ソーセージ。ある死刑囚が教会士に打ち明けた話。江戸川乱歩。先生、今日こそはお話しすることに決心しました。私の死刑の日もだんだん近づいてきます。早く心にあることを喋ってしまって、せめて死ぬまでの数日を安らかに送りたいと思います。どうかご迷惑でしょうけれど、しばらくこの哀れな死刑囚のために時間をお割きください。先生もご承知のように、私は一人の男を殺して、その男の金庫から3万円の金を盗んだ角によって死刑の宣告を受けたのです。誰もそれ以上に私を疑うものはありません。私は事実、それだけの罪を犯しているのではありますし、死刑と決まってしまった今さら、もう一つのもっと重大な犯罪についてわざわざ白状する必要は少しもないのです。たとえそれが知られているものよりも幾層倍重い大罪であったところで、極刑を宣告せられている私にそれ以上の刑罰の方法があるわけもないのですから。いや、必要がないばかりではありません。たとえ死んでいく身にも、できるだけ悪名を少なくしたいという虚栄心に似たものがあります。それにこればかりはどんなことがあっても私は妻に知らせたくない理由があるのです。そのために私はどれほどいらぬ苦労をしたことでしょう。そのことだけを隠しておいたとて、どうせ死刑は免れるとわかっていますのに、法廷の厳しいお調べにも私は口まで出かかったのを押さえつけるようにして、それだけは白状しませんでした。ところが私は今それを先生のお口から私の妻に詳しくお伝えが願いたいと思っているのです。どんな悪人でも死期が近づくと善人に帰るのかもしれません。そのもう一つの罪を白状しないで死んでしまっては、あまりに私の妻がかわいそうに思えるのです。それともう一つは、私は私に殺された男の執念が恐ろしくてたまらないのです。いえ、金を盗む時に殺した男ではありません。それはもう白状してしまったことですし、大して気がかりにはなりませんが、私はそれよりも以前にもう一人殺人罪を犯していたのです。そしてその男のことを考えるとたまらないのです。それは私の兄でした。兄といっても普通の兄ではありません。私は双子の一方として生まれましたので、私の殺した男というのは、名前は兄ですが、私と同時に母の体内から生まれ出た双子の片割れだったのです。彼は夜となく昼となく私を責めに来ます。夢の中では彼は私の胸に千金の重さでのしかかって、私の喉を締め付けます。昼は昼でそこの壁に姿を現して、何とも言えぬ目つきで私を睨んだり、あの窓から首を出していやらしい霊笑を浴びせたりします。そしてもっといけないことは、双子の片割れであった彼が顔から形から私と寸分違わなかった点です。彼は私がここへ入らぬ前から、そうです、私が彼を殺した翌日から、もう私の前にその姿を現し始めました。考えてみれば、私が第二の殺人を犯したのも、あんなにも企んだその殺人罪が発覚したのも、すべて彼の執念のさせた技かもしれません。私は彼を殺した翌日から鏡を恐れるようになりました。鏡ばかりではありません。物の姿の映る
あらゆるものを恐れるようになりました。私はうちの中の鏡、その他のガラス類を一切取り去ってしまいました。しかしそんなことが何の役に立ちましょう。都会の街には軒並みショーウィンドウがあり、その奥には鏡が光っています。見舞いとすればするほど、そこへ私の目は引きつけられるのです。そしてそれらのガラスや鏡の中には、私に殺された男が、それは実は私自身の影なのですが、私の方を嫌な目つきで睨んでいるのです。ある時などは、一軒の鏡屋の前で私は危うくそっと押しかけたことがあります。そこには無数の同じ男が、私の殺した男が、千の目を私の方へ集中していたのです。しかしそんな幻に悩まされながらも、私は決してへこたれませんでした。この明晰な頭で考えに考え抜いてやったことが、どうして発覚するものかといううぬぼれすぎた自信が私を大胆にしました。そして罪に罪を重ねていくために、一秒間も気を許すことのできない忙しさが、他のことを考える余地を与えませんでした。が、一度こうして罪人となってはもうダメです。彼の幽霊は、この何の心を紛らすものもない単調な牢獄生活をもっけの幸いにして、私の心を占領してしまいました。ことに死刑と決まってからは、なおさらそれがひどいのです。ここには鏡というものがありませんけれど、洗面や入浴の折、その水面に彼は私自身の影となって現れました。食事の時の味噌汁にさえ、彼はそのやつれた顔を浮かべます。その他、食器の面だとか、室内の光った金具の表面だとか、いやしくも物の影の映るところには、きっとあるいは大きく、あるいは小さく、その姿を表します。あの窓から差し込むわずかの日光によって、照らし出された私自身の影にさえ、私は脅かされました。そしておしまいには、なんということでしょう、私は私自身の肉体を見ることを恐れるようになったのです。死んだ男と寸分違わない一筋のシワの寄り方まで同じな、この私の肉体が恐ろしくなり始めたのです。この苦しみを続けるほどなら、一層死んでしまった方がマシです。死刑なんてちっとも怖くはありません。私はむしろ死刑の日の一日も早いことを望んでいるくらいです。しかしこのまま黙って死ぬのは不安です。死ぬ前に彼の許しを得ておかねばなりません。というよりは、彼の幻を恐れなければならぬような、私の心の不安を除きたいと思うのです。その方法はただ一つです。私の罪状を私の妻に告白することです。同時に世間の人たちにもそれを知ってもらうことです。先生、どうかこれから申し上げます私の懺悔話をお聞き取りの上、裁判官の方々にお伝えください。そして厚かましいお願いですが、それを私の妻にも話してやると約束してくださるわけにはいきませんでしょうか。ああ、ありがとう。ようこそご承諾くださいました。では、私のそのもう一つの罪状をこれからお話しすることにします。私は先にも申し上げました通り、世にも珍しい双子の一方として生まれました。私たちは、私のももにある
一つのほくろを除いては、それを私たちの両親は兄弟を見分けるただ一つの目印にしていました。まるで同じ鋳型で作られでもしたように、頭の先から足の先まで一部一輪違ったところがありませんでした。おそらく頭の髪の毛を数えてみたら、何万何千何百何十本と一本の違いもなかったかもしれません。そんなにもよく似た双子に生まれたことが、私の滞在を犯す根本動機でした。ある時、私はその私の兄であるところの双子の片割れを殺してしまおうと決心したのです。と言って兄に対してそれほどの恨みがあったわけでは決してありません。もっとも、兄が家督相続者として莫大な財産を受け継いだのに反して、私の分け前がそれとは比較にならぬほどわずかであったことや、かつて私の恋人だった女が、ただ兄の方が財産や地位において勝っていたばかりに、親に強いられて兄の妻となったことなどについては、私は大変恨めしく思っていましたけれど、それらは兄の罪というよりは、兄にそういう地位を与えた親たちの罪でした。恨むならむしろ亡くなった親たちを恨むべきでした。それに兄の妻が以前私の恋人であったことなども、兄は少しも知らない様子でした。ですから、もし私が順調に暮らしてさえいれば何事もなかったのでしょうが、悪いことには私という男は生まれつき悪人にできていたのか、世間並みの世渡りというものがひどく下手でした。それにもっといけないのは、私が人生の目標を持たなかったことです。何でもその日その日を面白おかしく暮らしさえすればいいのだ。生きているやら死んでいるやら分かりもしない、明日のことなど考えたってしようがないというような、一種のならず者になってしまっていたのです。というのが、今言う財産も恋も得られなかったことから自暴自棄になっていたのですね。で、分け前としてもらった金も瞬く間になくしてしまいました。そういうわけで、私は兄のところへ無心に行くより仕方がないのでした。そして兄には随分迷惑をかけたものです。しかしそれが度重なってきますと、兄も私の際限のない無心に並行して、だんだん私の頼みを聞き入れないようになりました。しまいには、どんなに私が頼んでも、お前の身持ちが治るまではもう断じて補助しないと言って、門前払いを食わせさえしました。ある日のこと、私はまたもや無心を断られて、兄の家から帰る道で、ふとある恐ろしいことを考えついたのです。その考えが初め胸に浮かんだとき、私は思わず身震いしました。そして、その恐ろしい妄想を振るい落としてしまおうと努力しました。ところが、だんだん考えているうちに、それが必ずしも妄想でないことに気づいたのです。もし、非常な決心と綿密な注意とを持ってそれを実行しさえすれば、少しの危険もなく、財産と恋とを得ることができるのではないかと思うようになりました。私は数日の間、ただそのことばかりを考えていました。そしてあらゆる場合を考慮した結果、とうとうその恐ろしい企みを実行しようと決心したのです。それは決して兄を恨んだがためではありませんでした。悪人に生まれついた私は、どんな犠牲を払っても、ただもう自分の快楽を得たかったのです。しかし、悪人でありながら
非常な臆病者の私は、そこに少しの危険でも予想されたなら、決してそんな決心をしなかったのでしょうが、私の考えた計画には、全く危険がなかったのです。とまあ、信じていたのです。そこで、いよいよ私は実行に取り掛かりました。まず、予備行為として、私は目立たない程度で、しげしげと兄の家に出入りしました。そして、兄と兄嫁との日常行為を詳細に研究しました。どんな些細なことでも見逃さないで、例えば、兄は手ぬぐいを絞るとき、右にねじるか、左にねじるかというようなことまで、漏れなく調べました。1ヶ月以上もかかって、その研究が完全に終わったとき、私は少しも疑われないような口実を設けて、朝鮮へ出稼ぎに行くことを兄に告げました。お断りしておきますが、私は当時までずっと独身を続けていたのです。で、そうした目論見がちっとも不自然ではなかったのです。兄は私の真面目な思い立ちを大変喜んで、茶水をすれば、あるいは厄介払いを喜んだのかもしれませんが、ともかく少しまとまった選別をくれたりしました。ある日、それはすべての点から私の計画に最も都合の良い日でした。私は兄夫妻に見送られて、東京駅から下り列車に乗り込みました。そして汽車が山北駅に着くと、下関まで乗り続けるはずの私は、人目につかぬように下車して、少し待ち合いした上、上り列車の三等室へ紛れ込んで、東京に引き返したのです。山北駅で汽車を待つ間に、私はそこの便所の中で、私のももにある、兄と私とを区別する唯一の目印であったところのほくろを、ナイフの先でえぐり取ってしまいました。こうしておけば、兄と私とは全く同じ人間なのです。兄がちょうど私のほくろのある箇所へ傷をするということは、ありえないことでもないのですからね。東京駅に着いたのはちょうど夜明け頃でした。これもその時間になるようにあらかじめ計画しておいたことなのです。私は出発の前にこしらえておいた。その頃兄が毎日着ていた普段着の大島と同じ着物を着て、もちろん下着も帯も下駄も一切兄のと同じものを用意してあったのです。時間を見計らって兄の家へ行きました。そして誰にも見つからないように注意しながら裏の板塀を乗り越して兄の家の広い庭園に忍び込みました。まだ早朝の薄暗い時分でしたので、私は家人に発見される心配もなく、庭の一隅にあった一つの古井戸のそばまで行くことができました。この古井戸こそ、私が犯罪を決心するに至った一つの重大な要素だったのです。それはずっと以前から、もう水が枯れてしまって廃物になっていたもので、兄は庭の中にこんな感性があるのは危険だからと言って、近いうちに埋めてしまおうということにしました。井戸のそばにはお山のように埋めるための土まで用意され、ただもう庭師の手すきの時に、いつでも仕事に取りかかればいいようになっていました。そして私は2、3日前、その庭師のところへ行って、ぜひ今日、私の忍び込んだその日の朝から仕事を始めてくれと命じておいたのです。私は身をかがめて灌木の茂みに隠れました。そしてじっと待っていました。毎朝洗面の後で深呼吸をしながら庭園をぶらつく習慣の兄が近づいてくるのを
今か今かと待っていました。私はもう夢中でした。ちょうど怒りにでもかかったように、体が小刻みに絶えず震えていました。脇の下から冷たいものがたらたらと腕を伝って落ちるのが分かりました。その耐え難い時間がどれほど長く感じられたことでしょう。私の感じでは3時間も待ったと思う頃、ようやく遠くの方から下駄の音が響いてきました。私はその音の主が目の前に現れるまでに幾度逃げ出そうと思ったか知れません。でもわずかに残っていた理性がやっと私を踏みとどまらせました。やがて待ちかねた犠牲者が私の隠れていた茂みのすぐ前までやってきました。私は矢庭に飛び出して用意の細引きを後ろから兄の、その私と少しも違わない双子の片割れの首へ巻きつけると、死に物狂いで締め付けました。兄は締め付けられながらも敵の正体を見極めようと首を後ろへねじ向けそうにしました。私は渾身の力でそれを妨げましたけれど、瀕死の彼の首は非常に強いゼンマイ仕掛けでもあるかのようにじりじりと私の方へねじ向いてくるのでした。そしてついにその真っ赤に膨れ上がった首が、それは私自身のものとちっとも違わないのです。半分ほど私の方を向くと、白目になった目の隅で私の顔を発見して、一刹那ぎょっとしたような表情を浮かべました。私はその時の彼の顔は死んでも忘れられないでしょう。が、じきに彼はもがくことをやめてぐったりとなってしまいました。私は硬直して無神経のようになった私の両手を考察した時の状態から元に戻すのにかなり骨折らねばなりませんでした。それから私はガクガクする足を踏みしめながら、そこに横たわった兄の死体をそばの古井戸まで転がしていき、その底へと押し落としました。そしてそのあたりに落ちていた板切れを拾って、そばに積んであった土を兄の死体が隠れるまでザラザラと井戸の中へかき落としました。それはもし傍観者があったなら、さぞかし奇妙な白昼悪夢を見るような光景だったに相違ありません。一人の男が同じ服装をした同じ体つきの、顔まで全く同じなもう一人の男を、始めから終わりまでちょっとも物も言わないで締め殺してしまったのですもの。ええ、そうです。こうして私は兄殺しの大罪を犯したのです。あなたはさぞ私が何の反省もなくたった一人の兄弟を殺してしまったことを驚いていらっしゃるでしょう。ごもっともです。ですが私に言わせれば、兄弟だったからこそかえって殺す気になったのです。あなたはご経験が終わりですか？どうですか？人間には肉親憎悪の感情というものがあります。この感情については小説本などにもよく書いてありますから、私一人が感じているということではないようですが、他人に対するどんな憎悪よりも、もっともっとたまらない種類のものです。それが私のような顔形の全く違わぬ双子の場合には、もう極度にたまらないのです。
他に何の理由がなくても、ただ同じ顔をした肉親であるということだけで十分殺してしまいたくなるほどなんです。この弱虫の私が存外平気で兄を殺し得たのは、一つはそういう憎悪の感情があったからなのだと思います。さて、私は死骸に十分土をかけてしまってからも、じっとその場にしゃがんでいました。そうして30分も待っていますと、女中が庭師を案内してきました。私は兄としての初舞台を、多少ビクビクしながら振り向きました。そしてなるべく自然らしく、おお、親方か。早いね。今ちょっとこうして君たちのお手伝いを仕掛けていたところさ。今日一日でだいぶ埋まるだろうね。じゃあどうかよろしく頼みますよ。と言ってゆっくり立ち上がると、兄の歩調で部屋へ歩いていきました。それからは万事順調に進みました。その日一日、私は兄の書斎に閉じこもって、兄の日記帳と水筒帳とを熱心に研究したものです。私が朝鮮行きを発表する以前にあらゆることを調べたうち、この二つだけが残されていたのです。夜は妻と、昨日までは兄の妻であり、今や私の妻である女と、少しも悟られる心配なく、普段の兄と同じ態度で、面白く談笑しました。そしてその夜更けに、私は大胆にも妻の寝室へさえ入っていったのです。しかしそれには少し危険を感じました。警棒における兄の習慣だけは私もまるで知らなかったのです。が、私には一つの確信がありました。それは、たとえ彼女が事の真相を悟ったとしても、まさか昔の恋人である私を罪人にはしないだろうといううぬぼれでした。で、私は何気なく妻の寝室の襖を開けることができました。そして、なんという幸運でしょう。妻は私を少しも悟らなかったのです。こうして私は貫通罪さえも犯してしまいました。それから一年の間というものは、世にも幸福な生活が続きました。使うに余る金、昔恋した女、さすが鈍乱な私の欲望も、その一年間は少しも不足を告げなかったのです。もっともその間にも、宣告も申し上げました。兄の亡霊にだけは絶えず悩まされていましたけれど。が、一年という月日は物事に飽きっぽい私には最大限でした。その頃から私は妻に飽き始めたのです。さあ、昔の癖が出て遊びが始まりました。これでもない、あれでもないと、あらゆる浪費の方法を考えては、金を湯水と使うのですからたまりません。どんな財産だって瞬く暇です。借金の高は、みるみるかさんでいきました。そしてどうにも費用の出所がなくなったとき、ああ、私は、第二の罪を犯し始めたのです。第二の罪というのは、あの第一の罪から当然生じてくるような性質のものでした。私は兄を殺すことを決心したとき、すでにこういうことを考えていたのです。それはもし、私自身が完全に兄になりおおせることができたならば、昔の私がどんな大罪悪を犯したとて、今はすでに兄であるところの私自身には、何の影響もありえないという考えでした。
言い換えれば、朝鮮へ出発して以来、王として消息のない弟としての私が、内地へ帰ってきて人殺しをしようが、強盗を働こうが、それはすべて弟としての私の罪であって、もし捕らえられさえしなければ、兄である私には少しの危険もないということなのです。ところが、私が第一の罪を犯してしばらくしてから、私は一つの驚くべきを発見しました。そしてその発見によって、いよいよ第二の犯罪の可能性がはっきりしてきたのです。ある日、私は注意深く兄の筆跡を真似ながら、兄の日記帳へ、兄としての私のその日の日記をつけていました。これは、兄となった私の当然しなければならぬ、面倒な日課の一つでした。日記をつけてしまうと、その当座いつもしたように、自分のつけたところと、真実の兄のつけたところと、あちらこちら見比べていました。すると、ふと、ある驚くべきものが目に入ったのです。というのは、そこには、真実の兄のつけた部分のあるページの隅に、一つの指紋が、はっきりと現れていたのです。私はとんでもない手抜かりをしていたことに気づいて、思わずぎくりとしました。私と兄との唯一の相違点が、またのほくろだけだと信じていたのは、大変な間違いだったのです。指紋というものは、一人一人皆違うものだ。どんな双子だって、決して指紋だけは同じではないということを、私はいつか聞いていたのです。で、その日記帳の兄のに相違ない指紋を発見すると、これは、指紋から化けの皮が現れやしないかという心配のために、青くなってしまいました。私はそっと拡大鏡を買ってきて、日記帳の指紋と、私自身の指紋を別の紙に押したのと、綿密に比較研究しました。その指紋と、私のある指の指紋とは、ちょっと見ると違わないほどよく似ていました。が、筋を一本一本たどって比べてみますと、確かに違っているのです。奇妙なことには、全体としての感じはほとんど同じなのに、さて、部分部分になると、まるで違っているのです。私は念のために、それとなく、妻や女中たちの指紋を取ってみましたが、それらは比べるまでもなく、少しも似ていませんでした。そこで、これは兄の指紋だと考えるほかはありません。それが私の指紋と似ていたのも無理ではありません。私どもは似すぎた双子だったのですもの。たとえわずかでも違っていたのは、さすがに指紋です。私は、こんなものが他にたくさん残っていては大変だと思いましたので、できるだけ手を尽くして探しました。たくさんの蔵書を、一冊一冊、ページを食って調べたり、押し入れや戸棚の隅の埃の中を調べたり、あらゆる指紋の残っていそうな場所を探したのですが、日記のページの他には一つも発見されませんでした。私は少し安堵して、この日記のページさえ灰にしてしまったら、もう心配することはないと、それをちぎって火鉢の中へ投げ入れようとしました。と、その時です。ふとインスピレーションのように、と言っても、神様のインスピレーションではなくて、多分、悪魔のそれだったのでしょう。一つの妙案が浮かびました。もし、この指紋を肩に取っておいて、いつか第二の罪を犯すような場合が生じた時、犯罪の場所に、その肩で、指紋をつけておけばどういうことになるだろう。
悪魔は私の耳元でそう囁いたのです。例えば極端な場合を例にとるならば、私自身が一人の人を殺すとします。私はその場合、まず朝鮮へ行っていた弟としての私が内地へ舞い戻ってきたと想像して、心持ちから身なりから落魄した弟らしく装います。一方では私は兄としての私のアリバイをこしらえておきます。そして殺人を犯します。現場に少しも証拠を残さぬように注意するのはもちろんです。これだけであるいは十分かもしれませんけれど、もし何かの調子で兄としての私に疑いがかかった時は危険です。たとえアリバイの用意があったとしても、どうしてそれが暴露しないと保証できましょう。ところでその場合、もし現場にこの真実の兄の指紋が残っていたとしたらどうでしょう。誰一人以前弟であった時代の私の指紋を記憶しているものはないはずですから、その指紋が誰のものやら分かりそうな道理がありません。たとえ私の犯行の現場を目撃した人があっても、ただこの指紋の相違が私を無罪にしてくれるのです。警察にはすでに死んだ人の指紋を持った男を、そして兄としての私の他にはもうこの世にいるはずのない弟としての私を永久に探さねばなりますまい。私はこの素晴らしい考えに有頂天になりました。ちょうどスティーブンソンのジキル博士とハイド氏というあの無限的な小説を現実に実行できるのです。悪人の私はこのからくりを考え出した時ほど幸福を感じたことは一生を通じておそらく一度もなかったでしょう。しかしそれを考え出した頃は、私はまだ幸福な生活に浸って悪事を企もうなどとは考えていませんでした。それを実地に試してみたのは、私が遊びを始めて借金に苦しみ出してからです。ある時この方法で少しまとまった金を友達の家から盗み出しました。例の指紋をゴム班に作ることは、少し正犯の方の経験があった私には大して骨も折れませんでした。でそれ以来、遊びの金に困るたびにこの手を用いました。そして一度も少しの疑いさえかけられなかったのです。ある場合は被害者の方で諦めて警察へ届けなかったり、たとえ警察沙汰になっても指紋の発見までいかぬうちにうやむやに葬り去られてしまったり、張り合いのないほど楽々と泥棒が成功するのでした。そして調子に乗った私は、最後にはとうとう殺人罪まで犯してしまったのです。この私の最後の犯罪については記録もあることでしょうから、ごく簡単に申し上げますが、私が例によって重なる借金のために少しまとまった金の必要に迫られていた時、一人の知り合いが3万円という大金を何かの都合で、それは何でも政治上の秘密の運動費かなんかでした、一晩自宅の金庫にしまっておかねばならぬということを、その金庫の前で本人の口から聞いたのです。借金こそすれ、私はその方の信用は十分ありましたからね。その座にはその家の細君と私の他に 2,3 の客がおりました。私は十分あらゆる事情を調べた上、その夜弟の変装でその友人の家へ忍び込みました。一方兄としての私のアリバイをこしらえておいたのはもちろんです。
私は金庫のある部屋まで難なく忍んでいくことができました。そして手袋をはめた手で金庫の扉を開け、長年の友人のことでもあり、金庫の合言葉を知るのは至極容易でした。現金の束を取り出しました。するとその時、今まで消してあった部屋の電灯が突然パッとつきました。驚いて振り向いた私は、そこに金庫の持ち主が私の方を睨んで突っ立っているのを発見したのです。もうこれまでと思った私は、やにわに懐のナイフを抜くと、ぶっかるようにその友人の胸をめがけて突進しました。一瞬間の出来事です。もう彼は私の前に死骸となっていました。私はじっと耳を澄ましました。幸い誰も起きてはきませんでした。いや、多分知っていても恐ろしさにすくんでいたのかもしれません。私は手早く例のゴムで作った指紋をそのあたりに流れている血につけると、そばの壁にべったりと押し付けておいて、その他に何の証拠も残っていないのを見定め、足跡をつけるように注意しながら大急ぎで逃げ出しました。翌日刑事の訪問を受けました。でも十分自信のあった私は少しも驚きませんでした。刑事はいかにも申し訳ないというように丁寧な言葉で、殺された友人の金庫に大金のあることを知っていたと思われる人々を一人一人訪問したこと、現場に一つの指紋が残っていて調べてみても前科者の指紋の中にはそれと一致するのがないこと、で、ご迷惑でしょうけれど、私にも個人のお友達として金庫に大金のあるのを知っていらした一人として、一つ指紋を取らせてほしいことなどを述べるのでした。私は腹の中で嘲笑いながら、いかにも友人の死を悼むような調子で何かと質問しながら指紋を取らせました。刑事先生、一生かかったってしれっこない指紋の持ち主を今頃はさぞ探し回っていることだろう。思わぬ大金の入った私は、そのことについてはそれ以上考えようともしないで、早速車を命じていつもの遊び場所へ出かけたことです。それから 2,3 日して、私は再び同じ刑事の訪問を受けました。その刑事が警視庁でも名打ての名探偵だったことは後になって知ったのです。私は何気なく応接前入っていきましたが、そこに立っていた刑事の目に微笑の影を認めたとき、ある叫びに近いようなうなり声が私の喉をついてほとばしりました。刑事は非常に落ち着いた様子で、テーブルの上に一枚の紙切れを置きました。逆上していた私は、その時はよくわかりませんでしたが、後になって考えてみれば、それは私の行員状だったのです。私がその紙切れの方をちょっと見てる間に、刑事は素早く私に近寄ると、私の両手に縄をかけてしまいました。見れば入り口の外には一人の頑丈な巡査が控えているのです。私はもうどうしようもありませんでした。そうして私はとうとう収監されたわけですが、収監されながらも愚かな私はまだまだ安心していました。どうしたって私が殺したという証拠の上がりそうな道理がないと確信していました。が、どうでしょう。私は予審判事の前に引き出されて、
私の罪状を告げられたとき、あまりのことに、あっと開いた口が塞がりませんでした。犯人の私自身が、へんてこな笑い方で思わず笑ったほども、それは滑稽な間違いでした。それは、私の非常な手抜かりにはそういなかったのです。が、そんな手抜かりをさせたのは誰でしょう。それこそ、私はあの兄の恐ろしい呪いだと思うのです。気圧は、最初の瞬間からそれを知っていたのです。一つの、ほんのちょっとした誤解に始まって、殺人罪の発覚という戦慄すべき結果を引き起こすまで、気圧は黙って見ていたのです。それにしても、実にバカバカしいほどあっけない手抜かりでした。私が、兄の指紋だと信じきっていたのは、実は、私自身の指紋だったのです。ただ、それがあの日記帳のページに押されてあったのは、まともな指紋ではなくて、一度墨のついた指を何かで拭いて、その後で押されたものだったのです。つまり、指紋の隆起と隆起との間に残っていた墨の跡だったのです。写真で言えば、ネガティブの方が写っていたのです。私はあまりにも愚かな自分の間違いを、どうにも真実と思うことができませんでした。しかしよく聞いてみますと、私の間違いも決して無理ではなかったのです。調べの時に、与信判事が、問わず語りにこんなことを話されましたっけ。何でも、大正二年のことだそうです。福岡で、当時収容中の不慮の統一将校の夫人が惨殺されたことがあって、その犯人と目指す男を逮捕したところ、現場の指紋と、犯人との指紋とが、似てはいるのですけれど、どうしても同一とは思われないので、警察でも随分手こずった挙句、ある医学博士の研究を乞うて、やっと同一の指紋だと分かったことがあるのだそうです。それが私の場合と同じで、現場の指紋の方がネガティブだったのです。その博士は散々研究の結果、二つの指紋の拡大写真を撮って、試みに一方の指紋の黒線を白くし、白線を黒くしてみたところが、もう一つの写真とぴったり一致したといいます。これですっかりお話したいだけのことはお話ししてしまいました。面白くもないことに、大変時間をお取らせしてすみませんでした。どうか、先ほどのお約束通り、これを裁判官の方々と私の妻とにお伝え願います。私はお約束を履行していただけるものと安心して死刑台に上がります。では、くれぐれも、哀れな死刑囚の死に際のお頼みをお聞き届けくださいますように。